今回は千里川で魚を取って食べてみたという動画の後編、調理実食編です。早速取ってきた魚の下処理、ぬめりを塩で洗って、鱗を取って、頭を落として内臓を取り除いたりします。そしてその後油で衣をつけて揚げていこうと思います。完成しました。このね、手前のこう魚が立ってるように、この天ぷら、まあ、天ぷらの色じゃないんですけども、ちょっと怖いんでね、めちゃくちゃ時間かけて揚げたらもう焦げたっていう感じです。これがね、この魚がこう立ってるように揚げる、この技術が結構すごい技術なんです。はい、では食べていこうと思います。ピントおかしなった。ではいただきます。まずはこの普通の感じのやつをいただこうと思います。そのままいただきます。わあ、焦げちゃった。まあいいや。これ骨ごと揚げてるんで、骨がどうなってるかなんです。いただきます。あ、もう多分天ぷら粉の味です。これ魚の味ちょっとわかりません。で、なんかね、ワイン塩みたいなのが、これピンとまた合わないな。うん、ちょっとワイン塩つけて食べます。うん、ワイン塩の味ですね。ワイン塩、うん、うん、美味しいと思います。はい。では、こいついってみましょう。こいつね、一番この見事にね、立ち上がってるんですよね。こいつを。こいつはじゃあ文字用で、文字をちょっとかけていただきます。
こいつまあまあでかいんでね、あの骨がどうなってるか。うん、美味しいと思います。ただこの皮むつかなの味は全然わかりません。うん、骨もピンと合わないな。骨もまあ尻尾もそのまま、うん、いける感じですね、これ。うんうんうん、でこれラスト一番大きいやつ、これの骨がどうなってるかですね。うんうんうん、大丈夫です、骨。いや普通に美味しいです。うん、断面図、まああんまりねこの食べさせの断面図見せるのはよくないんですけど、まあ普通にフィッシュ&チップスですね。うん、骨もしっかりと上がってる。でこれラストはさっきのあの大きいやつの、外身というかね、こっちに、ああ違う違う、もう、まあ、とにかくもういただきます、もう最後。うん、うまい。うん、美味しかったです。全ての食材に感謝。